民衆の前で鯉を包丁を使いさばき調理します。日本初の解体ショーといえるものです。後に人前で物を調じることを包丁するというようになり、武家・公家の重要な学芸の一つとして伝えられるようになります。酒宴の始まるとき、お客の前に包丁人が出て漁場を切ってお目にかける包丁式の始まりでもあります。現在包丁式は儀式として、料理を作る様子を人前で見せるパフォーマンスは日本独自の形として残っています。宮中の料理は高橋氏によって伝えられ、それは天皇流と呼ぶべきもので、臣下や民衆に広まった料理は藤原の山陰を祖として四条流と呼ばれることになります。自然に君臣の料理の道がはっきり分かれていったため、日本料理は栄え発展していくことになります。藤原の山陰は日本料理中高の祖といえる人物なのです。